球が生まれて46億年、その間に生き物は何度も絶滅寸前のところまで追い詰められたんです。でも生物たちは進化することで生き延びました。荒ぶる星地球とそこで暮らすしたたかな生物、両者が織りなすドラマを見ていきましょう。高校講座生物、今日も命の尊さと不思議を一緒に探求します。今回のテーマは進化。たった30分で46億年をタイムトラベルいたします。皆さんこんにちは、高校講座生物へようこそ。司会の梅田陽子です。はい、そして生物探検隊の三浦圭介と桜木一佳子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はい、この高校講座生物も残すところあと2回になってしまいました。2回、うん、早い、寂しいな。寂しい、寂しいけれども今日もいつも通り頑張っていきましょう。はい、頑張っていきます。さあ、今日のテーマは進化ということで、進化、はい、教えてくださるのは伊藤博文先生です。先生こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、っていうか先生今日は先生駅中、駅員さんの格好ですよ。すごい似合ってますよね。はい、まあ、今回僕はですね、はい、あの新幹線の車掌さんになって、はい、生物の進化の歴史を案内したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずこの博多をですね、まあ地球ができた46億年前として、はい、東京を今現在としたいと思いますね。まあ、進化にはいろんな説があるんですけども、そのうち代表的なものを今日はご紹介したいと思います。はい、はい、ということでまずは地球の誕生した46億年前、うん、博多から今日はスタートですね。はい、その通りです。はい、それでは生物新幹線進化でーゴー。私たち生命を優しく包んでくれる地球、そこには数百万種類もの生き物が暮らしています。しかし46億年前の地球は真っ赤に燃える火の玉だったのです。とても生き物が暮らせる環境ではありませんでした。それから 2,3 億年経った頃、大きな事件がありました。徐々に地球が冷えていき、海が生まれたのです。といっても海は煮えたぎり、その上多くの隕石、強烈な紫外線、巨大な雷が襲う凄まじい世界が広がっていたのです。ね、地球が誕生した頃でも先生、生き物の命もありませんよね。そうなんですね。そうだよね。それからまた 2,3 億年してから海ができていた、ね、海ができていたけれども、うん、それでもまだ命あるって生きれないですね。よね。はい、でもその海の中で、まあ、生物の元となるような物質が、はい、あの少しずつ作られていったんですね。灼熱の海に溶け込んでいた水素、炭素、窒素、酸素などは雷や紫外線、火山などの力で徐々に結びつき、アミノ酸、そしてタンパク質になったのです。さらにそれは膜を作り、複製を始めました。これが地球上に初めて生まれたと思われる生命の姿なのです。遺伝情報を持って複製できるようになって、まあ、初めて生命と言えるわけなんですけども、はい、まあ、そういうものが初めて誕生したのがこの38億年前なんですね。うん、地球が誕生してから8億年もかかってるわけですか。そうです。うわ、長い。だからまあ今年をまあ西暦2000年と仮にすると、はい、その40万倍という長さの時間が経ったんですよ。40万倍だ。気が遠くなりますね。まあ、その頃の生物というのは今でいう細菌のような生物だったんです。はい、まあ、その後ですね、29億年前になると光合成生物が現れ出します。はい、はい、そしてさらにですね、真核生物というものが20億年前に登場します。20億年前、はい、でもそれまでは単細胞生物ですよね。そうです、多細胞生物が出てくるのは、まあ、10億年前なんですね。10億年前、はい、ということは今生物の新幹線は静岡の手前ってことですね。そうですね、はい、10億年前、はい、まあ、といってもですね、小さいとはいえ多細胞生物が生まれたんですけども、実はその後大変なことが起きちゃったんです。今から29億年前に光合成を行う原核生物、卵巣類が出現しました。そこから始まる光合成生物は長い年月をかけて
大量の二酸化炭素を酸素に変えていったのです。ところが、そのことが生物自身に危機をもたらしたのです。温室効果のある二酸化炭素が減ることで地球の寒冷化が始まりました。今から6億年前の地球は陸地も海も全て分厚い氷で覆われたといわれます。この状態は数百万年も続いたのです。こんな大きな地球を凍らしちゃったってことですよね。大変なことが起きちゃいましたね。まあ、それでほとんどの生物が死に絶えてしまったんですよ。でもなんで私たち今生きてますもんね。全部、はい、それはこちらをご覧ください。何でしょうこれは。あ、氷が溶けてますね。はい、氷がない。あの地球上にはですね、あの一部ですけども火山活動の活発な場所があったんですね。そういうところで生物は細々と生きながらえていたんです。へえ、やっぱり生物って本当にしたたかですよね。梅田さんね、やっぱりしたたかじゃないと生きていけないですよね。しかたかですね。でもこの氷の時代があったからこそですね、生物は大型化することができたわけなんです。大型化。それはどうして？はい、まあその鍵を握っているのがこのコラーゲンなんですね。コラーゲン？長く続いた氷の時代は地球の火山活動によって終わりました。温室効果ガス、二酸化炭素が大量に放出されたのです。氷河は大崩壊を起こし、地球の平均温度は50度近くに急上昇しました。さらに海からは大量の水蒸気が発生し、巨大なハリケーンが生まれました。それは海の底に沈んでいた膨大な量の栄養分を一気に海面近くまで巻き上げたのです。気温の上昇、十分な栄養分、細々と生きながらえていた光合成生物は大繁殖し、緑の海が生まれました。同時に大量に発生した酸素は生物の体を支えるのに重要なタンパク質の一つ、コラーゲンを生み出したのです。生物はコラーゲンのおかげで大型化し、爆発的な進化を遂げたのです。コラーゲンですよ。コラーゲン、いろんな反応してるけど、やっぱ女の子は ねコラーゲンなんで。いやでもそのコラーゲンがすごい大切だ。そう、ねね、コラーゲンが生き物をどんどん大きくしてたってことですよね。でもさ、どうしてなんで分かったんですか。はい、実はね、証拠があったんですよ。証拠、はい、こちらご覧ください。はい、こちらあのアフリカのナミビアで発見されたですね、あのプテリデニウムという生物なんですけどもね、はい、もう体長30センチぐらいの大きさがあります。はい、で、まあ、5億6500万年前の地層から見つかったんですね。はい、化石です。じゃあこの化石が証拠になったっていうわけなんですね。はい、まあ、化石を調べるとですね、生物の進化の歴史だとか、まあ、生態というものをね、知ることができるわけなんです。先ほどのプテリデニウムなんですけどもね、はい、まあ、海底の砂の中に、まあ、半分うずもるようにしてですね、あの暮らしていたと考えられているんですね。ちなみに世界中に5億6500万年前の地層があるわけなんですけども、まあ、同じような大型生物の化石が見つかっています。それらの多様化した生物はですね、発見地の一つであるオーストラリアの地名を取って、エディアカラ生物群と呼ばれています。エディアカラ生物群、まあ、みんなね、ずいぶん面白い形をしたものが多いですよね。そうですね、今でも種類も結構あって、出てきて、でも今こういう生物がいたらちょっと怖くないですか。ちょっとびっくりじゃないですよね。ずいぶんなんか派手になっていてね、面白い形がある。はい、じゃあここでもう一つですね、5億4000万年前の生物の姿も見てみたいと思います。はい、生物の大型化が始まったことを示すエディアカラ生物群。それ以降、生物は爆発的な進化を遂げました。その証拠はカナダの西部ロッキー山脈にあるバージェス山の5億4000万年前の地層にあります。バージェス血岩という粘土が固まってできた岩から生物の常識を覆す実に奇妙な化石が大量に発見されたのです。これらの生物は発見地の名を取ってバージェス動物群と呼ばれています。ではその姿を見ていきましょう。体長80ミリメートル、オパビニアと呼ばれている生物です。
目を5つ持ち、象のような不思議な器官を持っていました。バージェス動物群の中でも群を抜いて変わっています。今生きていたら、ちょっと怖いですね。体長25ミリメートル、ハルキゲニアといいます。全身をトゲのようなもので覆われていて、どちらが前か上かも分かっていません。あまりに不思議な生き物のため、名前も幻という意味で命名されました。全長25ミリメートル、ディノミスクスという名前です。一見すると植物のように見えますが、立派な動物です。花びらのように見える部分の内側に、口と肛門が並んであります。体長600ミリメートル、アノマロカリスと名付けられました。バージェス動物群の中で最大の動物です。特徴は頭から伸びた管のようなもの。実はこれ、獲物を捕らえるために発達した器官なのです。アノマロカリスは非常に獰猛な捕食動物で、バージェス動物群の食物連鎖の頂点に立っていたと考えられています。巧みな泳ぎで獲物を追い詰め、一撃。わあ、おっかないですね。アノマロカリスの化石はバージェス山以外の世界各地でも発見されています。この時期、生物は一部の限られた地域だけではなく、非常に広い範囲で大進化を遂げたのです。なんかエビみたいじゃない、ね、ちょっと かっこいいんだかかっこ悪いんだかちょっとよくわかんないような、ね、強そうだけど、なんかどうなのかな。ここで食べてたわけだよね。ここでガブって食べてたよね、うん、ここで捕まえてですよね。ここで捕まえて、そうです、はい。でも意外にやっぱ大きいですね。大きくなりました ね、生物がね。あ、すごいな、なんか不思議な生き物ですよ ね、 だから怖いよね今怖いね、うんうん、はい。まあ、この時代にですね、まあ、本当に多種多様な生物がもう爆発的に生まれて増えたんです。はい、ではちょっとこの辺をですね、あの生物新幹線で整理してみたいと思います。はい、まあ地球が誕生してからですね、うん、全地球凍結が終わるまでの時代を先カンブリア時代と言います。先カンブリア時代、はい。で、まあこの時代の代表的な動物は無脊椎動物ですね、うん。植物の方は藻類が代表的な生物になります。あ、じゃあ結構地味な生物が主役の時代だったんです ね、 そうですね。でも先生、静岡のちょっと前まで来てますよ。はい、まあ、非常にここまでがね、長い時間がかかったんですよ、うん、そうですね、ここまでのもう36億年ですか、ね、かかってますよね、はい、長い、はい。でここから先またあの生物が、はい、あの進化を遂げるわけなんですけども、はい、まあ、静岡から先を拡大した図で見てみたいと思います。さあさあ、まだまだ先も長いですから ね、 長い、見ていきましょう。まだある、はい、うん。で静岡から先のですね、はい、まあ、生物がさらに進化を遂げた時代、古生代と言います。あ、ちょっとそこで質問なんですけど、はい、先カンブリア時代があるなら、なんかその古生代のとこはカンブリア時代とかじゃないんですか。あ、なかなかいい質問ですね。線があるんだもんね、はい。実は古生代はさらにいくつかの時代に分けられるんですね、はい。その最初の時期をカンブリア期と言うんですよ。あ、じゃあ古生代の中のカンブリア期の前だから先カンブリア時代とかですね。なるほど、いくつかに分けられるんだ。そうだね、はい。まあ、このようにですね、あのカンブリア期の時代にもう生物が爆発的に進化を遂げました。したがってこれをですね、あのカンブリアンエクスプロージョン、まあ、カンブリア期の大爆発という表現で言ってるわけなんです。なるほど、古生代の時代になるとこんなにいろんな、ね、生き物が、ね、そうですね、移動してきてますよね、はい。古生代には進化の上でたくさんの事件が起きました。5億2000万年前には魚類が誕生しました。初の脊椎動物です。魚類はやがて淡水の世界にも進み、それが進化して4億年前に両生類が生まれました。動物はこの時になってようやく陸上に進出できたのです。そして3億4600万年前には恐竜のご先祖様となる爬虫類も姿を見せました。地球全体が凍りつき、ほとんどの生物が死に絶えたにもかかわらず、生物は多様に進化し繁栄していったのです。流れがちょっと分かりそうな、ね、生物が生まれてきました、ね、じゃあそれらの生物をですね、はい、まあ、実際の化石で見てみたいと思います。これ本物ですか。本物ですよ。お、はい、
初めて見たかも、うん、初めて見ましたね、はい、まずこちらね、これ魚類の化石です。古生代の化石ですね。確かに魚っぽい、はい、本当だ。まあこちらが頭ですね、はい、で、まあ、胴体があって、これあの尾びれが本当に魚らしい尾びれっていうのはね、分かるかと思いますね。これ目ですかね、はい、ここにあんの、うん、で、まあ、ここにあの背骨があるわけですよ、はい、まあ、我々脊椎動物の一番古いタイプになりますよね。ちゃんと尾びれありますね。本当だ、尾びれもある。魚類が出てきたっていうのは今から5億年ぐらい前の話だから、すごい古いよね。すごい、はい、5億でしょ。ねえ、こちら歴史を感じますよね、うん、はい、で先生、こちらなんですけれども、はい、まあ、一見して分かる通り、これカエルですね。これ時代的にはもうちょっとあの新しい時代になるんですけども、まあ、両生類の仲間になります。両生類が出てきたのは大体今から4億年ぐらい前でしたよね。そうですね、はい、じゃあもうこの両生類なんですけども、魚類と見比べてどういう特徴あると思います？魚類と見比べて、手と足 が、そうですよね、まあ、手足が生えてきた、生えてきた、大きな特徴ですよね。生えてきてますね、はい、まあ、これで両生類の仲間はですね、あの地上に上がることができるようになったんです。あ、でもなんでもっと早くから生き物は地上に上がらなかったんでしょうね。もっと上がってもいい。そうだよね。まずあの陸上というのは水中に比べて環境が非常に変化しやすいんですよね、ですから、まあ、生物にとっては、まあ、暮らしにくかったというふうに考えられます。あともう一つは、有害な紫外線を浴びてしまうからなんですよ。紫外線、はい、でも私たち今紫外線を浴びて生きてますよね、みんな暮らしてますよね、陸上で、なんで、はい、実はですね、生物自身がその力で地球環境を変えたんです。どうしたんですか。植物がまず酸素を作り出しますよね、はい、でその後で、まあ、オゾン層ができていったんです。はい、はい、でオゾン層が有害な紫外線をカットしてくれたわけなんですよ。なるほど。前に習った全地球凍結が起こった時も生物が、生物が、あの、地球を凍らせてしまったけど、今回も生物がまたまた地球の環境を変えてしまったということですね。すごい、しかもすごいちっちゃな生物だし、そうですよね、すごいわ、すごい。じゃあどんどん生き物はそのように環境を良くしていって、次に爬虫類が出てきて、私たちがよく知っている恐竜が出てきたっていうわけですよね、先生。恐竜一筋縄でいかないのが地球という星なんですね。今から2億5000万年前に凄まじい地殻変動が起きました。直径 1000km にも及ぶマグマが上昇し、巨大噴火が起こったのです。結果、二酸化炭素が大量に生まれ、その温室効果で地球の気温は大きく上がりました。この時、赤道近くでおよそ8度 C、極地においては25度 C 近くの温度上昇があったと言われています。巨大噴火、酸素濃度の低下、気温の急上昇、生物の 95% が滅びました。またもやシレンが、ね、すごいこと起きた。地球真っ赤になってたね、本当に地球規模なんですね。そうだね、はい、でも生物はしたたかだから生き残る。なんで私見てそういうことみんなしたたかだから生き残ってるわけよね。はい、いいですか、はい、まあ、地殻変動によって巨大噴火が起きたのが、まあ、2億5000万年前でした、はいはい、でその後ですね、2億年前になりまして、まあ、我々のご先祖様の哺乳類が出現いたします。あ、なるほど、哺乳類が出てきたわけですが、ね、下のこちらを見ますと、爬虫類、恐竜って書いてあるから、恐竜が繁栄していた時代ですか、先生、これ、はい、ちょっとこれ、この辺整理したいと思いますね。まあ、2億5000万年前、巨大噴火が起きたんですが、その出来事までが、まあ、古生代ですね。まあ、さっきやりましたけど、魚類とか両生類、まあ、植物でいうとシダ植物が代表となる時代です。そして巨大噴火を経て、今度は中生代という時代に移り変わります、はい、まあ、中生代を代表するのは動物で言えば爬虫類、恐竜などですね、そして植物で言えば裸子植物が登場するわけなんですね。先生、もう一回聞いちゃいますけど、やっぱりこの哺乳類が出現して、こちら恐竜ですよね、
そこら辺はどうなんでしょう。実際哺乳類が繁栄する時期というのはもっと後になるんですね。あ、もっと後なんですか。はい、実はこの時代ね、酸素の濃度が非常に低かったんですよ。酸素が少なかった。だから哺乳類は繁栄できなかったんです。恐竜は鳥と同じ気嚢という器官を利用して呼吸していました。普通の肺による呼吸システムは中が酸素で満たされる状態と逆に二酸化炭素で満たされている状態があります。空気を肺に送り込むルートと吐き出すルートが同じだからです。では気嚢による呼吸システムはどう違うのでしょうか。こちらは肺の周りにある特殊な袋を使うことで空気を肺に送り込むルートと吐き出すルートを分けています。そのため肺の中にはいつも新鮮な空気が流れます。つまり常に体内に酸素を取り込むことができるのです。低酸素の環境に置かれた中生代、その主役が哺乳類ではなく恐竜だったのは呼吸器官の違いにあったのです。恐竜はね、気嚢っていう器官があったおかげで、酸素いっぱい取り入れるって生きることができたんだ ね、もう本当に進化してきた、進化してるよねって感じですね。はい、ではちょっとここでクイズを出したいと思います。クイズ、はい、まずこちらですけども、トカゲの仲間のグリーンイグアナですね。それからこっちはニシキヘビになりますけども、まあ、どっちも爬虫類ですよ。はい、はい、ではここで質問ですが、トカゲとヘビ一体どっちが後から地球上に登場したでしょうか。どっちが後、トカゲとヘビ、どっちだろう。イグアナは手足があるよね、あるね、でもイグアナってなんか見た目派手じゃないですか。あ、派手だね。だからなんか後あと感じするな。あと、あと、あとっぽいよね。だってこんなにヘビって、うわ、ヘビごめんね。あ、すごいツルツルしてる。あ、ヘビもとっても感触がいいね。いいな感じです。でも冷たいけど。やっぱりなんか。でもだってやっぱヘビには手足ないですよね。だからヘビが先で。先でそれで手足が生えてきて、こんな形。トカゲ。え、でもさ、人間もそうですけど、私たちのご先祖様をなんか猿とか言うじゃないですか。あれは尻尾がもともとあったけど、それが退化して。なくなって今の私たちになったってよく言いません？そっか、逆のパターンか。逆のパターンもありえますよね。そうそう、でもこれもいらなくなったものがなくなっちゃってっていう。このイグアナの尻尾も蛇の尻尾かもしれないよ。あ、どっちなんだろう。じゃあちょっとね、出してみてみましょうね。出してみる。わかるんですか？それではこの蛇のですね、ちょっとここをよく見てもらいたいと思うんですが、ごめんね、蛇。はい、ちょっとここを見てもらえますか？はい。はい。あ、なんですか？なんですかそれは？とんがってる、なんか爪みたいなものが、あると思うんですけど、これは実はトカゲの足の名残なんですよ。足の名残？はい、っていうことはヘビの方が後なんです。はい、イグアナが先なんだ。まあこのようにですね、残ってはいるんだけども、まあ役に今立っていない、まあそういう痕跡器官というものがあるわけなんですよね。はい、じゃあ人間でいうとこうお尻のこの尾骶骨も、そうです、それも痕跡器官ですよね。そうだよね、尻尾ね。はい、まあこのようにですね、現在生きている生物の器官から、まあ、進化の流れというものを推定することもできるわけなんです。へえ、なるほど。そうなんだ。動物観察するといろんなことわかるんだね。よくわかった。ありがとう、ありがとう。はい、それではですね、次の時代、もうお分かりだと思いますけども、哺乳類が主役となった時代にね、行ってみたいと思います。はい。中生代の主役となった恐竜は今から6500万年前突如絶滅しました。直径わずか数十キロメートルの隕石がその原因です。地表に激しく衝突した隕石は大量の粉塵を吹き上げ地球全体を覆ってしまいました。そのため日光が地表に降り注ぐ量が激減してしまったのです。
長い冬の時代の始まりです。恐竜は絶滅しました。粉塵が収まり再び地上に日光が降り注いだ時、新しい時代が始まりました。我々哺乳類はようやく地球の主役になれたのです。やっとやっと哺乳類の時代が来たね。大変だった。本当にいろいろありますね。本当にいろんな試練があったね。はい、そうなんです。新生代の始まりは6500万年前ということですね。隕石落下という出来事の後が新生代という時代です。でこれが哺乳類が代表となる時代ですよね。植物であれば被子植物が代表的な生物となります。先生もう気がつくと東京はもうすぐですね。品川のちょっと手前までもう来てる状態ですね。はい。でも僕たち人類はどこで誕生したんですか？はい、二足歩行をしたということで言うと、ね、エンジンが生まれた、今から約500万年前と言われてますね。500万年前、はい、ではちょっとこちらねご覧ください。そのエンジンの一つの例ですけどもね、アファールエンジンと言います。アファールエンジン、はい、でこの化石も愛称がついてましてね、ルーシーという名前で呼ばれてますけどもね、アフリカで見つかった化石なんです。東アフリカに第一鉱体、グレートリフトバレーというね、くぼみがあるんですよ。でそこのところで人類の化石がいっぱい見つかってます。その中の一つなんですね。スリムな僕とはなんか全然違いますね。そうですね、もちろんですね。ケイスケ君を含む我々はですね、エンジンではなくて、ホモサピエンスですね、新人と呼ばれるものになりますね。今から20万年前に誕生しました。20万年、はい、じゃあこの長い歴史から言うとやっぱなんか近いですね。そうですよね。実は生物新幹線でいうと、東京駅のわずか51メートル手前なんですよ。51メートル、もうすぐそこですね。いやじゃあそうなんだ。じゃあまだまだこの長い歴史からしたら私たちが出てきたのはつい最近。本当に最近ですよ。こんなんで、そうですよね。なるほど。では先生、今日のまとめをお願いします。お願いします。はい、お願いします。まず生物というものは非常に長い時間をかけて進化をしてきました。我々は今日は46億年をですね、博多東京間のだいたい1180キロに当てはめて見てきたわけなんですけども、最初の頃は変化はゆっくりです。全地球凍結などを経てですね、静岡県内あたりからもういろいろと次々新しい生物が進化して出てくるようになりますよね。そうですね、どんどん出てきましたね。はい。そして、先カンブリア時代から古生代に入りまして、今度神奈川県内ですね、巨大噴火が起きたり、隕石が降ってきたりということで、今度は中生代からさらに新生代、哺乳類の時代へと移り変わってきたんです。先生、いろんなこういう地球上の事件がいろんな起きてますけど、それでもいろんな生き物が出現してるっていうのは、そうですね、生き物のこう生きる強さみたいなのを感じますね。今まで何度もこういう危機的な状況あったんですけども、実はこれ以外にもまだまだ生命の危機というものがあったわけなんですよ。それを乗り越えて、そうなんだね。ただ今日お話ししたのは一つの説ということで、もしこれから新しい化石が出てきたらまたガラッと新しい、説が出てくるということもあるかと思います。じゃあ僕その挑戦に挑みます。まだまだ謎のある分野ですのでね、頑張って挑んでこう謎を解き明かしていきますよ俺。決心がもうちょっと進化してからやりな、ちょっとやりながら進化するんだ。まだ進化じゃします。頑張ります。一緒に頑張ろう。はい、先生今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。番組ではホームページも公開しています。はい、皆さんの学習に役立つコンテンツがたくさんあるので、どんどんアクセスしてね。はい、次回はついに最終回です。ではでは、お楽しみに。